皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1988年公開の、蛍の墓。英語題、グレイブ・オブ・ザ・ファイアー・フライズ。監督と脚本は高畑勲。主な声の出演は、辰巳勉、白石綾乃、篠原芳子、など。昭和20年の神戸。空襲で母が入院した14歳の晴太と4歳の節子兄弟は、おばの元を訪れる。だが二人の母が亡くなったのを気におばは彼らを邪険にし始め、晴太は節子を連れて誰もいない防空壕へ。二人だけの自炊生活を始めるが。というストーリー。同名小説のアニメ映画化。戦場における直接的な死の描写ではなく、戦争によって生まれる二次的な悲劇という、違った視点から戦争の悲惨さを描いた終作。地味な作品だが、その反戦メッセージはかなり強烈。とは言ってもメッセージが前面に出るわけでもなく、また、変に悲劇を演出するのではなく、割と淡々と描かれているのがいい。戦争の記憶というものはずっと語り継いでいかなければいけないと強く感じさせられた。ということで、評価は。Thumbs up!